はい。皆さん、こんにちは。ワンダレグルビッシュです。では、今回からは、信長の野望蒼天録、パープキットをプレイしていきたいと思います。これはですね、過去に出ている信長の野望を全部やっていこうということで、最初から、ちょこちょこと進めてきている中、前回、乱世紀が少しね、不甲斐ない、結果に終わってしまったというところもあったのかなと、個人的には思っています。なので今回はね、もうしっかり、がっつりプレイしていきたいなと思って、ロケハンを、1、2時間少しやってみたんですけど、蒼天録プレイしていたはずなんですが、もう完全に忘れてました。なので、ある意味新しい気持ちでプレイはできるのかなというふうに思いますので、蒼天録知らない方は、僕と一緒に、詳しい方はね、いろいろ、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方までアドバイス、ご指摘、等々いただきながらプレイしていければいいかなというふうに思っています。では早速新しくゲームを始めるで始めていきましょう。で、信長の野望を今までのゲーム全部やっていこうっていう中ではほとんど桶狭間合戦でプレイをしているので、桶狭間合戦でプレイしていくんですが、この信長の野望蒼天録に関して言うと、シナリオとしてはですね、1495年とか、1507年みたいな形で、信長がそもそも誕生する以前のシナリオも収録されているというね、ちょっとこれはこれで興味深いなというところはあるんですが、冒頭話した通り、まずは、桶狭間合戦で、信長プレイで進めていきましょう。で、信長は、どうでしょうね。清洲城と犬山城、さらに名古屋城の3つの城を所持しているという状態からのスタートになりそうです。で、目下の敵は、当然、桶狭間合戦のシナリオが始まれば、今川から城を1つ、結果的には家康が取るという形になると思うんですが、それと、その後は美濃攻略っていう形になっていくのかなと思います。で、その後、史実通り、近江に侵攻して、京へと登っていこうかなというふうに思います。では、信長で選択していきましょう。で、城は総取りにします。で、落ち武者狩りはあり。これはもう合戦に負けられないっていうね、そういう気持ちでやっていきましょう。自軍の合戦は選択制にしましょう。こんなところでいいですかね。本当に乱世紀がね、ちょっと不甲斐なかったので、今回はじっくり内政と戦争のバランスを取りながらプレイの方は進めていきたいと思ってます。お、堀尾吉晴か。これ三中楼の一人で合ってますか？もうね、35歳になった僕としてはどんどん記憶が曖昧に薄れていってしまうっていうちょっと悲しい年齢にかかってきているんですが、豊臣三中楼の一人、堀尾吉晴が名古屋城で、召し抱えたというところですね。で、語り部。これちょっと面白いのが語り部なんですよね。で、こっからは、桶狭間合戦のシナリオが始まっていきます。ここは見ていきましょう。ここの軍勢の数は、いわゆる諸説ありというところだと思うんですが、4万までは義元も動員できなかったんじゃないかと。その頃、今川義元は北条と武田と同盟を結んでいたので、全兵力を確かに尾張に差し向けられると。いう状況ではあったものの、2万から2万5千ぐらいというのが通説になっているようです。で、信長の方は確かに3千から4千程度。ただ、尾張領内、あとは各砦に兵を残しておく必要があって、実際に桶狭間に出陣したのは2千ぐらいだったんじゃないかというのが、一説のようですね。なので、単純に、今、このシナリオの中では4万対4千となってましたけど、単純に2万対2千ということで、10倍近い兵力差があったというのは間違いないんですが、ここからは皆さんご存知の通りだと思うんですけども、実際には義元は
いろいろと文体を派遣していて、吉本本体は5000程度の増票が中心だったんじゃないかと言われてます。で、そこに信長の精鋭2000、これが突撃をかけたんで、まあ、吉本の本体はあっけなく改装したというところですね。で、まあ、確かに前日の夜、信長は、まあ、勝家をはじめ重臣を集めて軍議を開いたらしいんですが、まあ、そこで信長は結局下知をしなかった、決定をしなかった、明言をしなかったと言われてます。で、これは信長が味方の中に今川側に寝返っている人間、あるいはこれから寝返る人間が出てくるんじゃないかというのを憂えた結果、その作戦を秘匿したというのが一つあったと言われているそうです。まあ、確かに信長はですね、情報を、まあ、各々おのおの優秀な大名であればあるほど情報の重要性というのは認識していたと思うんですけど、信長はその中でもおそらく一つ上を行っていて、今川義元の本陣がどこにあるかっていうのを伝えた人間、今川義元に一番最初に飛びかかった人間、今川義元の首を最終的に取った人間、この3人の中で今川義元の本陣の場所を教えてきた、知らせた、その武将を一番功があった人間として称賛したと。まあ、この辺りからも信長がいかに情報の重要性を理解していたかというのが分かるエピソードなんじゃないかなと思います。そう、この柳田ですね。柳田。今出たこの柳田が一番功績のあった人間として、桶狭間合戦、この後に信長から称えられたその武将です。
一番最初に義元に組みかかったのがこの服部小平太で、服部小平太は義元の口の中に手を突っ込んでしまったのか、あるいは義元が必死の抵抗で服部小平太の手に噛みついたのか、いずれにしても服部小平太は指を噛みちぎられてしまったらしいですね、この義元との取っ組み合いの中で。で、今ちょうど画面の中で毛利新助が出てきてますけど、実際に義元の首を討ち取ったのはこの毛利新助で、せっかくちょっと画面にイラストが出てるので、これ見ると信長の軍勢が義元の本陣にこう駆け下っていっているような描写になってる様がイラストとして出てますけども、実際には義元はこういうね、谷の中にいたわけではなくて、山の頂上、てっぺんというか、まあ、山というか小高い丘の上にきちんと陣を張っていたと。まあ、ただ、やっぱりこういうふうに、まあ、本陣で、かつ雨も降って、雨上がりだったようですけどね、実際には。ああいうところもあり、かつ増兵ばかりだった。まあ、そういうのもいろいろ要因としては重なって、まあ、結果的に奇襲ではないものの、奇襲と同じような効果が得られたというようなところで信長が勝利を収めた。その桶狭間合戦ですね。ね、ちなみにロケハンをやった時は面白そうだったんで、さっき見てもらった1492年のシナリオで、ちょろちょろっとプレイをしてみたので、この桶狭間合戦、当時このゲームが発売された時に桶狭間でプレイしたかどうかもちょっと覚えてないんですが、いずれにしてもこの桶狭間合戦のシナリオが終わった後は、まあ、おそらく家康が独立して信長が身の攻めにかかるっていうような、まあ毎度毎度のお決まりのパターンでゲームは進行していくんじゃないかなとは思うんですが、ゲームのシステムとかっていうのはやっぱり信長の野望、そのタイトルごとに全然違ってきてたりはするので、そのあたりはね、皆さんと一緒に楽しんでいければいいかなというふうに思います。で、政略フェーズに入りました。で、政略フェーズに関して言うと少し待ちが長いです。他の大名がいろいろやる時間が少し長いかなという印象です。では早速なんですけども、各コマンド、見ていきましょう。で、訪問はこういう謀略引き抜きっていうことでそれぞれですね。他の城の城主と交友を広げるか、城主に何かを吹き込むか引き抜きかっていうところなんですが、今回信長は大名プレイなので、まあ、訪問に関しては交友がメインになるのかなと思います。で、信長寝坊想定のパープキット、これ、城主プレイが可能なので、城主としてプレイする場合には謀略とかね、引き抜きなんかも重要な構成要素になってくるんじゃないかなというふうには思います。続いて、外交。で、これは大名家と外交するのか、幕府と外交するのか、あるいは朝廷、諸勢力、これらと外交していくのかっていうところになります。じゃあちょっと諸勢力で何ができるかっていうと、まあ、お金をあげる、ざれ言、まあ、虚言ですね。あとは、不戦に脅迫、扇動、鎮静、貿易とありますが、まあ、ここはちょっとお金をあげて、願生寺、苦しめられたからな、願生寺。願生寺に関してはものすごく本当に苦しめられましたよね。ここはじゃあ、甲賀衆。ここに、そうだな、甲賀の出身なんで、甲賀に対してなんで、忍者出身の人間がいいかな、出自忍者。となると、滝川一益だよね、やっぱり。まあ、信仰を深めておきましょうというところになります。で、あとは、
内政、ここ重要なところになってくると思うんですが、実は、この総電力に関して言うと、内政はこの奉行を任命するだけです。なので、適材適所、奉行を任命していきましょう。まずは豊からですね。豊は信長、秀吉。あとは、前の長安。前の長安は秀吉のいとこですね。で、続いて商業。で、農業は、農業に適した人材があんまりいないんだよな、信長の方は。となると、小六。あとは、津川。この辺りになるかな。で、最後、回収ですね。回収はそれなりに適材がいたよね。信金。長秀。毛利、長秀ですね。この二人ぐらいかな。で、あとは、任命されてない人間がいれば、商業に割り当てていきましょう。お金重要なんでね。川尻秀隆。これでいいかな。決定していきます。で、あとは、地元の取引でお金だったり、あるいは、お米だったり、お金だったりっていったものを得ていく手段ですね。で、軍事なんですが、ここは歩兵をしておきましょう。で、軍団指示ってありますが、今は軍団、第一軍団、信長軍団しかいないので、これはそのままします。で、人事はそのままですね、討伐、異動、任命、世継ぎ、招待とありますが、ここもまだ必要な時期ではないので、そのまま先に進めていきましょう。で、忍者。すでに忍者何人か、確かいるはずです。この、桶狭間合戦シナリオでいるかどうかわからないんですが、ちょっといるかどうか見ましょう。お、いるね。いるので、これをまずは、取り身で。さらに、内規。もちろん、稲葉山と、この3つ、斎藤の3つの城に潜伏させましょう。で、内政、まあ、政略としてやるのはこの程度になります。では、時間を進めていきましょう。で、軍略のフェーズに入っていきます。じゃあ早速なんですけど、まあバランスを見ましょうという話をしたのに、いきなり戦争するのかというのはあるんですが、初手は結構重要かなと思うので、初手としては、一つでも多く城をやっぱり取りたい。取り峰に兵を出しましょう。信長、あとはそうだな、統率の高い順に選ばれているわけではないですね、これを見ると。とはいえ、バランスを見た場合、これでいいのかな？信長、小六、秀吉、数正、長安。まあ、長安の代わりに、成政でもいいかなとは思います。なので、成政に変えましょう。いや、待って。成政貴重な鉄砲持ちか。いや、ここは長槍の、前の長安でいいでしょう。で、当然、信長の本隊以外にも、丹羽長秀。さらに、名古屋城の柴田勝家。これらも同時に出陣させましょう。そうすると画面上でね、各城から兵が出陣していった様子が見て取れると思います。で、これで敵の方も出陣してくるのか、あるいは籠城するのかというところになりますね。で、早速なんですが、まずは、鳥峰城の方は、本丸、二の丸、三の丸、総構えになってるんだな、一応。ていうか、まあ、基本的に多分、どん城も総構えの、城になっているんじゃないかなとは思うんですが、いずれにしても兵士数1750か。で、味方の方はというと、信長軍、これは本隊、3200。
勝家が2200で丹羽長秀が2500というそういう構えですね。で敵の方は一徹が入っているんだな。で斎藤義辰自ら2300の軍で出陣中というところですね。もう一度ちょっと城の守りだけ確認しておきましょう。46、43、43ですね。じゃあこれでまたターンを一旦進めていきます。まあ、力攻めにするよりはまず攻めてきている敵の軍勢ですね、これを叩きましょうというところになるかと思います。まあ、初めてなんでここは一旦こちらで、直接指揮を出しましょう。まず敵は中央が長槍隊か。で、鉄砲が左翼。敵から見たら右翼。騎馬が左翼という状態なので、これちょっと騎馬隊と、味方の方は分けましょう。まず勝家は、勝家のいるところに数正にして、これでいいかな。そうすると騎馬対騎馬、鉄砲対鉄砲。これだったら数で有利なこちらが勝てるはずです。じゃあこれで改善していきます。ここは勝家の突撃を使って一気に敵を押し込んでいきましょう。で、半兵衛か。半兵衛がきついね。ちょっとここは数正を交代させましょう。秀吉に交代。信長は三段打ち。これで蹴りをつける。まあ、信長の三段打ちは圧倒的なはずですからね。いや、半兵衛さすがに強いな。ここは丹羽長秀に変える？いや、孤六だな。孤六に変えましょう。さすがに強い、半兵衛。まあ、その他、中央の信長、右翼の勝家は順当にいってますね。これで敵の右翼壊滅させたので、勝家が、義辰、敵の本体の横っ腹を突く形になったんで、勝敗は決しそうですね。まあ、心配だった対反米部隊もなんとか生き残ってくれたので問題ないでしょう。何？カズマスが切られた？早くないか？カズマスが離脱するのがあまりにも。お、代わりに半兵衛を味方にできたけど、数正の死が早すぎるなぁ。いやぁ、優秀な武将を一人失う形になりましたね。
3の丸が35まで削ったか。もうちょっと削りたいよな。まあ、ここで力攻めにするよりはもうちょっと囲みましょう。で、増した長森ですね。これは五奉行の一人、豊臣五奉行の一人、増した長森。もちろん雇います。まあ、痛いのは数正だな。まさか数正がこんなにあっさり死んでしまうとは思わなかったですけど、あとは板倉勝重ですね。能力的にはどうだろう。この辺りは後でじっくり見ていきましょうか。で、ここで次のイベントですね。ここは松平元康、つまり家康、これが三河を奪還するイベントになると思いますので、これも見ていきます。まあ、ちなみにちょっとね、イベントの方は見ていただきながら、実はスマホがですね、パリに行ってる間に壊れまして、まあ、パリでどう使えなくなったかっていうと、機能が失われたっていうよりかは、充電がガバガバになったと。なので、常に押さえていないと、ケーブルと充電の、まあ、ジャックっていうんですかね、そこを両手でしっかりコネクトした状態を維持しないと、充電ができないという故障をしまして、それがパリに行っていたのが、5月の31日から6月の4、5日までかな、パリに行ってて、帰ってきてですね、じゃあもうしょうがないからスマホを買い替えようと。で、ちょうどエクスペリアの夏製品が出るか出ないかというタイミングだったんですけど、まあ背に腹は変えられないと。いうわけで、新しくスマホを買いました。なので、2018年の夏モデルではないんですけど、一応エクスペリア、もうずっと僕は、エクスペリア使い続けてるんで、今回もエクスペリアをね、買いました。で、嬉しかったのが、今まで内蔵メモリが 32GB、これもアプリをちょっと入れるとパンパンだったんですけど、新しいと言っても2018年の夏モデルではないんですが、64GB にメモリが増強されてて、だいぶ、マシになりましたね。なので、まあ、次、ちょっとね、パワープロアプリの方はなかなか、美課金税としては、皆さんにお見せするような動画が撮れないんで、新しいエクスペリアを使ったパワープロアプリの動画配信というのは、頻度としてはこれまでと同じぐらいのペースになってしまうかなとは思うんですけども、次回以降またエクスペリアの新しいやつでね、パワープロアプリの方が収録をしていきたいと思います。さて、足利将軍家が、つつじヶ崎館の武田家と婚姻を結んだ。これ、信玄ですね。そうか。何？武田がさらに本願寺とも？まあ、武田本願寺、足利ってなってくると、これもうなんか、この先、信長包囲網が、なんか、だいぶ早く形成されてきているなーっていう感じがしますけど。で、岡崎から家康が来てますね。これは会いましょう。今川家は我らにとって脅威。包囲網に参加してはくれぬか。とうとう、家康からこんな感じで言ってくるのか。
吉本包囲網って言っても誰が参加するんだ？吉本包囲網の参加者を教えてほしいよ、本当に。まあ、条件提示しよう。まあ、兵糧をくれるのか、金銭、軍馬、鉄砲あるけど、まあ、ここは兵糧が欲しいな。兵糧じゃもらいましょう。まあ、吉本とはね、まあ、家康が緩衝材的な役割になってくれれば、御の字なので、全く問題ないですね。まあ、どの国も活発に外交を展開してますね。はい。では、ちょっとあんまりプレイの内容としては濃くなかったかなと思うんですが、信長の野望蒼天録、これからプレイをやっていきたいなと思いますので、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにしますが、次回以降また皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。